最後の晩餐は、ペルジーノが1493年から1496年にかけて制作したフレスコによる 440X800 センチメートルの壁画で、フィレンツェのフリーニョ女子修道院に長く保存されていた。同様の作品は、ホリーニョの小さな美術館修道院の最後の晩餐を主題とする装飾が施された食堂、すなわち、チェナコロにもあるが、の一つであり、 現在は、チェナコロディフリーヌという小さな美術館、チェナコロディフォリーニョにもあるが、これはフィレンツェにある作品から派生したものである。この作品は、ペルジーノの最も優れた作品の一つとされている。他のいくつかの作例と同じように、ペルジーノはここで、既存の作品における繊細に描かれた人物の描写の細部を流用しているが、これは広大に、 ジョルジョバザーリに批判されることとなった。最後の晩餐同様の床の幾何学有用が描かれた見どころデルバンビーのナトーモールとフリーニョ、女子修道院のリフリーニョという名は1419年にこの建物に入ったウンブリア出身のフランシスコ会修道士から取られたものである。その後十五世紀のうちにこの施設はフィレンツェの高貴な家柄の娘たちを受け入れるようになり、 ロレンツォ・デ・メディチアラ・パチーニケの庇護を受けて規模を拡大した。15世紀の終わり、1493年にこの頃からフィレンツェに定住するペルジーノがこの作品の制作を始めた。1800年に美術館に関する規制が変わったことを契機に、このフレスコ画の存在が発見され、一般に公開されることとなった。当初はおそらく、 ラファエロの作であろうと見られていたが、その後の研究によって、そうではないことが分かった。この大きな作品の中で、イエスと使徒たちは、両端が馬蹄形のように曲げられた蝶テーブルにつき、緑色の仕切り壁を背に蝶椅子に着座している。その例外は、一般的にそうであるように、イスカリオテのユダであり、一人テーブルの手前側に、干渉者が、 テーブルの上にあるものを見えるように横を向く姿勢で描かれている。テーブルの下の木製の段差には、弟子たちの名が書き込まれており、左から、小ヤコブ、フィリポ、ダイヤコブ、アンデレ、ペトロ、イエス、ヨハネ、バルトロマイ、マタイ、トマス、熱心等のシモン、タダイと呼ばれるユダとなっている。最後の晩餐中央上部の円形に描かれた、月セマネの祈り。 床に白い大理石とピンク色のタイルで描かれた幾何学模様は、聖ベルナルディーノを描いたペルジーノの以前の連作、ストリエ・ディ・サン・バーナディーノから流用されたものである。構図は、ギルランダヨが描いたサン・マルコ教会の最後の晩餐を踏襲しており、U 字型のテーブルの両端に横向きに人物が配され、円形に建物の外が大きく見えるように空間が開かれている。 晩餐の場面の上部には広いポーチが開けており、現実の食堂の建築の先に曲線模様をあしらった三体の柱の列が描かれ、その先には月瀬真似の祈りの場面が描かれている。丘にまばらに描かれた樹木が細く、背景の地平線の彼方が霞がかかったように青みを帯びているのは作者ペルジーノに独特な表現である。人物や背景。 その他の描かれているものが織りなす。大きな調和は、干渉者の視線を、中央の円形へと導く。この当時、ペルジーノは、ポルチコのモチーフを多用しており、ファーノの祭壇画や、セーベルナルデスの原始、ピエタなどにもそれが見られる。古代の大理石を模したモチーフとして描かれている。画面の縁取りには、聖人たちの顔がいくつか描かれているが、これは、 フレンツェの伝統的な表現法であり、例えばフランジェリコもキリスト卓形図で同様の手法を用いている。ありがとうございます。